バイヤーオレンジバイヤーオレンジは、柑橘類のうちみかん属に分類される、オレンジの一種である。別名としてポルトガル語でラランジャでウンビコとも呼ばれる。ことから、バイヤネーブルとも呼ばれる。左が本種、右は、ウンシュウミカン。この品種の名称は主に栽培されているバイヤに、ちなむ。本種は、種子がなく過非は、オレンジ色が強くやや厚みがあるものの、剥くのは容易で、 砂は明るいオレンジ色である。オレンジとしては大型で、花頂部にネーブルオレンジと同様の突起があり、そのため、ラランジャでウンビコと呼ばれる。このへその部分は、実際には双子のオレンジと言うべきもので、完全に成長しきれなかったものである。なりき1本あたり150から250キログラムの果実が収穫でき、収穫期は4月から6月で、ピークは5月である。 主にサラダ統制食に用いられる。本種は1800年頃にバイア周辺で自然の突然変異で発生し、原種はセレッタオレンジだとされている。ブラジル国外の米国カリフォルニア州のリバーサイド等でも栽培されており、そのため世界的にはワシントンネーブルと呼ばれる。ありがとうございます。